こんにちは、すももです。3連休終わってしまいましたね。私3連休何していたかというと、あのネットフリックスでセブンシーズが目的で1ヶ月お試しをしてたんですけど、なんか書き狂いっていうアニメがなんか面白いって聞いたんですよ。でネットフリックスでそれが見れるってことでアニメをとりあえず見たんですけど、めっちゃ面白くって、もう3連休ずっとあの影狂いをずっと見てて、まあ2シーズンまで今やってて、もう2シーズンまでずっと見てて、あもうめっちゃ面白くって、もうな3連休アニメで終わ始まりアニメで終わるという悲しい3連休を過ごしました。まあそれで YouTube も初めて、どれくらいだ、今年の入ってすぐぐらいに YouTube 始めたんですけど、うさぎさんの介護をまあ記録したいなっていうことで始めたんです。でも今年の4月でもう亡くなってしまって、まあ一応動画は残してるんですけど、結構私の動画見に来てくれてる人を見たら、結構うさぎの介護とかで調べて見に来てくれてる人が多かったので、ちょっとうさぎの介護についての補足をできたらいいなと思って、今日はこの動画を撮っています。これなんか尿焼けしてしまった時、お尻目のお尻にまあスプレー、まあこれがうさぎさんだったとしたら、このまあうちのうさぎさん寝たきりになってしまって、もうおしっことかももう自分でできなくて、まあお腹を圧迫しておしっこさせてたんですけど、やっぱり寝たきりになると自分でもおしっこしちゃった時とかに、こうシュッシュってしたら尿液がきれいになるというスプレー、まだ残っててもうすぐ処分するので、これが便利だよっていうことをお伝えできたらいいなと思います。紐を守る小動物で、こっちもおすすめの商品です。もしうさぎさんが寝たきりになることがあったら、こういったものがあれば結構いいなって思います。で全然これで終わっちゃうんですけど、それで終わったらあれなんで、ちょっと見てほしいものがあって、多肉植物私今ハマってるんですけど、これバニーカクタスなんですけど、うさぎの形になったんですよ。なんかカカオが帰ってきたんかなってちょっと思って、このほんまにうさぎになって、はぁーって思いました。まあ今回の動画はグダグダで申し訳ないです。皆さんも掛け狂いがおすすめなので、見れる人は見てください。誰も友達で、私の友達で掛け狂いについて話せる人がいないので、もし見たよって人がおって、語り合える人がおったら楽しいなと思うので、またコメントください。じゃあねー。